昨日、ノーベル医学生理学賞の受賞が決まった北里大学の大村聡特別栄誉教授が一夜明けて喜びを語りました。お疲れのところすいませんよ。お辛抱お待ちしていた。寒いからね。先生どうぞ、もしよかったら見ていただいて。ああ、いやこれはいい実感というか、なんか本当夢から起きたような感じで、まだ実感どころじゃない、まだ起きたばかりだからね。ゆっくりあの報告、お仏壇に向かって。そんなにもうね、もうお線香、はい、窓をろうそくつけてお線香あって、うん、それでまあ昨日は一言二言あるわね。いつもだったらただこうやってあのお参りするだけだけども、うん、あのお母さんノーベル賞いただいてきたよ、あいただけるんだよっていう話だな、その程度だ。大村さんは毎朝6時に起きて散歩に行くのが日課で、今朝もいつも通り出かけるところだったということです。今日は東京港区の北里研究所に出勤し、届いた電報を確認したり関係者と打ち合わせをしたりするということです。